はい、どうもケイジです、本日もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。でバージョン 3.4 のストーリーの続きです、前回の続きこちらでバージョン 3.4 真実は青き水の深淵にということで、ケイジが届けた虹色ヤシの実により、ミコ、フィナの病は癒え一命を取り留めた。するとエステラが慌てた様子で現れケイジを呼び出した。エステラ曰く、業を煮やしたトビアスが、トビアス結界の弱まりに目をつけ強引に突破してしまったらしい。カシャル海殿神殿の北にある聖塔へ向かったもトビアスを追いかけようということで、今聖塔内部ですね、天水の巣もう1階から前回1階から2階3階4階5階6階7階と上がってきて、今回は最上階、解放の間がある、最上階8階に上がってきてますというところからですということで、解放の間に向かうんですけども、まあそこプレイヤーさんがねまあのんきに釣りをやってるような感じに見えますけど、のんきに釣りをやってるわけじゃないんですよ。この回はねこういうやつなんですよね。これね、扉は不思議な力で閉ざされている。試練を突破せずにこの先へ進むことはできないようだということで、じゃあその試練とは何ぞやとなるわけじゃないですか。石碑かなんか なかったかな、なんかそういう説明がなかったかな。で宝箱が置いてあるというね、ね、なんかいつもの今までの領海の政党とはちょっと違う感じですけど、じゃあこのブクブクした水槽的なものは何かと。刑事は水槽に触れてみた。なんと刑事の頭に不思議な声が語りかけてきた。そなた誰の許可を得てここを通ろうと。ここは神の領域たる聖なる塔、備え物もなしに参ろうなど恥と知りなさい。私には語るべき何事もありません。それは私の役目ではないから。ただ神たる者の威厳を示すのみ。塔にいるリトルマリンという名の魚を私への備え物となさい。ということでリトルマリンを釣れということですよ、要するにね。なのでそこの人は釣りをしてるわけですよ。ということでこの宝箱にはね、こういうことですよ。釣り竿、丈夫な釣り竿で銀のルアーが入ってますよと。まあ、僕釣り道具は持ってるので、釣り道具ねここに持ってるので、自分の釣り道具で荷物になるだけだしね、自分の釣り道具で釣ります。装備はい、じゃあ釣りするわ。リトルマリン、コリドラス、コリドラスも釣りたいね。むっちゃ引いて、むっちゃ引いた。はい、リトルマリン、もう釣れたかな、もう釣れたかな。よし、リトルマリン釣れた。はい、でもコリドラスも釣ったことない魚、釣りたいね。コリドラス、来た。またリトルマリンかよ。コリドラス、コリドラス釣ってみたいね。
お、会心。これ来た。これ、そう。鼻声じゃねえか。来た。なんか距離的になんかリトルマリンっぽいが。お、でもはちょっと反抗したな今ね。リトルマリンじゃねえか。よし。コリドラス来た。よっしゃーってのんきに釣り合ってる場合かって感じですけど、まあ、これがねストーリーの試練なので仕方ない。はい。なんと刑事の頭に不思議な声が。はい。リトルマリンを釣り上げたようね。それを私への供え物となさい。じゃあ尺だから一番ちっちゃいやつあげる。はい。まさかこの子を釣り上げるとは。リトルマリンは海の化身、大海のように広大で深海のように底知れぬ器を持つ者にしか釣れぬ魚。よろしい、認めましょう。そなたのような者になら託せるでしょうこの悲しき竜の伝承の行く末を。壊されていた解放の前の扉が開いた。はい。OK。ということで、解放の間が開くってことはボス戦かな。回復ポイントとかあったっけ？忘れたけど、まあいいや。はい。行きましょう。お、エステラ。トビアス、心を鎮めなさい。このような他のものを犠牲にするやり方はナドラガ教団の教えに反しますよ。黙っていろエステラ。了解をつなぐことが竜族の救われる道なんだ。俺はオルストフ様を貶めたこの了解の奴らさえも救って。オルフトス様の正しさを証明してや。こんな無茶ばかりして。本当だよ、空回りしすぎトビアス。本当に嘆きのマリーヌが打ち込みし、水のくさびを取り払わんとするものよ。我に挑み力を示せ。さすれば嵐の領海への道がそなたの前に開けるであろう。刑事さん、私たちも試練の挑戦者とみなされているようです。私も共に戦いたいのですが、トビアスの傷があまりにひどい。治療の手を緩めるわけにはいきません。
ひなさんたちの意思を無視する形で戦うのは本意ではありませんが、この守護者を倒せば最後の領海への道が開かれるはずです。力をお貸しください、解放者様。よし、ということでボス戦でございます。まあ、あの前回も申しましたけど、まあ、強いで経験値2倍ね、言っても意味ないです。僕旅芸人で96でレベルカンストしてますし、おまけに特訓ポイントももうカンスト済みです。なのでもうほんと経験値とか全然入らないので弱いで言ってもいいんですけど、まあここは強いで行きたいと思います。さあ OK、さあまずビートからかけたいけど戦士がどっかに行った。よし、さあ前回同様、まあ、前回というか今まで同様、サポート仲間さんは、ストヤン賢者、ヨシボさん僧侶、ナオさん戦士となっております。戦士は両手剣の方です。まあ、こうやってバイキルトとかね、敵が今バイキルトかけたけど、バイキルトとかかけるので、まあ、あの賢者さんを連れてきた方がいいのかなと思ってね、こうやって例の洗礼でね消してくれるしね。アクアレーザー、はい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 、温泉札、ゴッジャグリン、また賢者、あ、アクアフープ、フラフープみたいに言ってるが、なるほど、結構食らうな食らうな、誰、アクアレーザー、レーザー、次タゲダレ、僧侶はタゲっぽい、僧侶はタゲっぽい、おーっとっとっと、マヒアドです、デドスデドス、よし、次は賢者がタゲ、賢者がタゲ、あ、賢者押してどうする、押してどうする、俺よし、ショック、よし、あれ戦士はなんで攻撃力が洗礼みたいなのされたのか、攻撃力が、戦士がいって、連続パンチ、よしよし、オッケー、お、必殺チャージ、これが終わったら必殺チャージ行こう、よし、オッケー、今はチャンス、はい、バコン、なんか俺に来てる、あ、デドスか、オッケー、スリュー、はい、バイキルト、またバイキルト、はい、数賢者さんが洗礼を、はい、レーザーは大丈夫、正面だけだよね、うう、フープくる、ナイスショック、ナイスショック、今のいいタイミング、あ、違う、ナイスカウンター、ナイスカウンター、黄色になってる、サンゴの牢獄ってなんだ、なんか出た、あ、違うの、あー、そっか、地雷系か、ふー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 、ふい、あ、俺タゲだ、
俺たげ俺たげ、うわっ、あ、戦士の野郎壁避けやがった。あ、レーザー来る、レーザー、レーザー、俺よし、ナイス、水流、はい、何、あ、聖女、はい、あ、これビートが、ビートが、ビートが、よし、ナイスショック、ナイスショック、ナイスショック。なんで戦士避けてんのかな、何避けてんの、あ、まあ、デドス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 、えい、えい、次何、よし、あ、もう赤くなってる、濁流、いい戦士、ナイス壁、ナイス壁、僧侶さんに壁をしてもらって、僧侶さんに壁をしてもらってるというね、僧侶さん頑張って、僧侶さん壁頑張って、あ、フープか、そして俺はフープから逃げる、あ、食らった、バコン、あ、戦士さんビート切れてるね、なんで、なんで攻撃力、なんかあの、あ、倒した、よっしゃ、オッケー、オッケー、波動みたいなやつ出してるから攻撃力消えてるのかな、解放者様、円盤の遺跡はすぐそこです。新たな領海への道をおつなぎください。うん。お。なんだ？いい。このイルカモドキは、あれは神獣カシャル、ファイアパターンがね、はい、ということで続けてボス戦、ボス、ボス戦って、ボス戦になります。強いでね、経験値も、特訓ポイントも入りませんが、また強いで、じゃあ
いきたいと思います。今回はエステラも加わりますね。例によってエステラも加わると、ビート、はい、ムーカシャル、ムーカシャル、てる時はバギークロスと、なんかドルマドン、これ魔法系ってことか、ドルマドン、俺にドルマドンね、なんかねジャンプして上がってくる、さっきあれがなんか強力だったような気がする。賢者死んだ、はい、いい、よし、ナイス、身をかわした。いい、わー、これが何の攻撃してるのか全然わかんねえけど、マダンテの回復？移動速度がなんか。エステラがなんか光を出してる時にテンションが上がるんだよね。テンションが上がるので、それを利用して叩けってことだよね。よし、テンション100なった100なった100なった、はい、ケージにベホイミ、よしよしよし、ナイスナイスナイス、ビートビート、戦士どこ行った？いたわ。テルビジン、これはやばいな。お、クリスタルが敵の注意を、よしよし、ナイスナイスナイス、ダメージ完全ガード、いいね、その効果、俺にもくれよ、俺にもくれよ。戦士は雄たけび、刑事に海割り、海割りって何？おー、ナイス武器ガード、ナイス武器ガード。僧侶さんが生き返るが、まずい、ちょっとまずい、テンション上げて、テンション上げて、テンション上げて、そうか、ハッスルもテッション使うのか、テンション上げて、スーパーテンション、スーパーテンション、はい、あら、アトラカシャルからか、こいつを先に攻撃してたのか。
見てなかったね。おっちゃうね。僧侶が死んだ。ナイスナイスナイス。あ、俺も死んだわ。お、決勝出した。ナイスナイス決勝ナイス決勝。マダンテ、マダンテ的なもの。ビート、ビート。ビート使いたいけど戦士どこ行った？あ、いた。エステラが。大丈夫？生き返らせてくれる？賢者さんも転んでる転んでる転んでる。まずい。エステラをエステラをエステラを。ソウルさんも転んでる。よし、エステラエステラエステラ。ザオ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 。オッケー、チャンスチャンスチャンス。よし、回復回復、必殺チャージ。アトラスカシャル、アトラスじゃなかった、アトラカシャルね。マダンテマダンテ、マダンテマダンテマダンテ。うわ、これ橋なのか。逃げれないじゃん。じゃあ、あ、逃げれたわ。よかった。逃げれたわ。お、エステラがと、ああ、テンションの陣を出したが、エステラが、エステラ、エステラ。おたけびで、まあその間にテンションが。マダンテとか食らわない限りは一撃では死なないでしょう。よし、このテンションで、お前をお前をお前を。アトラスカシャルって死なないね、なかなかね。ロス渡したいね。静まった。オッケー、ビートビート。オッケー、倒した。あ、なんだなんだ、しびれた。あ、そっか、合体するんだっけ、神獣カシャルね。そうそうそう、合体するんだよ。水の羽衣を身にまとったになって、水の羽衣をなんかエステラが、エステラがなんか解いてくれるみたいな感じじゃなかったっけ。なのでその間にテンション上げろみたいなノリじゃなかったのかな。よし、オッケーオッケー。むっちゃダメージ与えてる、むっちゃダメージ与えてる。
これタゲだな、タゲだな。おう、ショック与えた、ナイス。あ、水の羽衣も来た。一気にピンチ、一気にピンチ。よしよしよし、はいはい、持ち直して、持ち直して、みんな持ち直して、持ち直して、持ち直して。マダンテ、マダンテ、マダンテ来るよ。見頃の水の羽衣も破壊します。よし、エステラ頑張って、頑張って破壊して。オッケー、今はチャンス、今がチャンス。2600ダメージ、オッケー。あ、俺 MP が、何、地雷系。その間にじゃあ懸垂を、懸垂を。うー、マダンテ届かないでしょ。届く、届かないね。よし、オッケー、テンション上げよう、テンション上げようぜ、テンション上げようぜ、テンション上げようぜ。あ、水の羽衣をまとってる時にやってしまった、やってしまった。まあいいや、よし、行こう行こう行こう、今はチャンス。2000ダメージ、もう赤くなった、赤くなった、赤くなった。今のうちにボコボコに、今のうちに。タゲはなんだ、エステラか、エステラか。水の羽衣も、この野郎。今の間にテンションを、テンションを、テンションお願いします、テンションお願いします。まだって、これはまずい。いくら魔法陣があるとはいえ、魔法陣があるとはいえ、これはまずい。消えた、よし、 OK、 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 温泉殺。お前なんか、お前なんか、お前なんか、5900ダメージ、 OK。
お、ヒューザ。今頃なんだよ。声が聞こえた。フィナさん、これ以上誰にも飛びやすん、またお前、これ以上誰にも邪魔させん。竜のために救いの道を示すのだ。うわー、はめやがった。いけません。喋ってるじゃん。フィナさん、あなた声が。私の名は神獣カシャル。カシャル。みたいなね。水の神、マリーヌ神の専属、水の領海を、竜族の行く末を見守る者。戒めが解かれ、口を聞けるようになった今、ナドラガンドの真実を語る時が来たようです。ナドラガンドの真実ですって。空の民、竜族、遥か彼方より世界を見守る聖なる者たち。アストルティア神話の一節です。あなた方竜族は神話の時代、アストルティア上空に浮かぶ浮遊大陸ナドラガンドに暮らしていました。上陸に浮かぶ、上空に浮かぶ、しかし神々の世に終焉が訪れました。竜族の神ナドラガが邪神に落ちて、他の6種族の神に対戦を仕掛けたのです。血で血を洗う争いの日々は数千年に及び、竜族も六種族も幾万もの命の灯火が戦いの中で耐えていきました。そして終わりなき戦いに終止を打つため、神々はナドラガンドもろともかの邪神を奈落の果て封じることにしたのです。ナドラガはその身を引き裂かれ、ナドラガンド大地に封じられました。そして大地は神々の手で5つに割られ、奈落の門の先、断罪の極上へ送られた。ナドラガに従い、その先兵となって戦った多くの竜族たちと共に、
竜族の苦難の日々がここに始まったのです。ナドラガ神がそんなの信じられません。いつか罪が許された時、竜の民は長年の罰から解放され、救いが訪れるはずでした。なのに、あなた方は何故邪神をよみがえらせ、再び破滅の道を歩もうというのか。ふざけるな。ナドラガ神が邪神だと、大嘘並べるのも大概にするがいい。ナドラガ教団の信じた未来を貶め、そのような妄言を吐き散らすなど断じて許せん。その通りだ、トビアス。お。その娘は神の名を偽り、神の名を語り、人心を惑わす邪悪なる意志の手先。こちらでも調べてみたが、この領海は邪悪なる意志に掌握されて腐敗しきっている。解放者よ、あなたは見てきたはず。炎に焼かれる村を、寒さに凍える寒さに震える子らを、毒にむせび泣く竜の民たちを。確かにそれらに手を差し伸べてきた我らと異なり、その娘が守りたいのは水の領海のみ。竜の民すべてを救う気などかけらもないのだ。水の領海という閉じた偽りの理想郷を築き、竜の民の魂を墜落につなぎ止めた罪、万事に値する。さあ、解放者刑事殿、邪悪なる意志の手先に裁きを。その娘を殺し、水の領海の民を解き放つのです。おっと、ヒューザが俺の嫁に何すんだみたいな。ナダヤ様、刑事、もう一度言うぜ。そいつらを見限ってこっちに来い。フィナにとどめを刺しますか。ここ聞く？ここ聞く？いや、もちろん、はい、刺しますよ。はい。いや、俺はもう、エステラが。刑事、お前にとってあいつらも、旅を共にしてきた仲間だってことはわかる。だが、本当にそれでいいのか考えてくれ。フィナにとどめを刺しますか。はい。まあ、そうだよな、刑事。ヒナを殺せば、この領海が救われるなんて、そんな理屈が正しいの思うかよ。ヒナにとどめを刺しますか。はい。刑事、これ以上ふざけるんなら、もろに入れるぜ。とどめを刺しますか。はい。もろに入れてみろ。刑事、お前にとってあいつらも旅を共にしてきた仲間だってことはわかる。だが、本当にそれでいいのか考えてくれ。とどめを刺しますか。はい。惑わされるな、刑事。ああ、これ。ループし始めたね。ループし始めたね。おっと、わかりました。このパターン。はい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 。はい、いいえ。いいえ、じゃあいいえで。ほう、解放者殿は邪悪なる意志に味方すると。解放者ですら、こうも簡単に邪悪なる意志に心を支配されてしまうとは。いや、悲しいことだが、そのものは解放者などではなかったのだ。なんだと？あ、ダイヤ、この野郎。今より貴様をナドラガ教団の敵とみなす我らの目前に二度と姿を現すな。邪魔立てをするようならば容赦はせん。望むところだよ。ナドラガ神の使徒たちよ、
いざ行かん、我らが最大、我らが最後の土地、吹きすさぶ嵐の中へ。我らの意志は汚されることはない。すべての竜の民を救うため。あーエステラ、この野郎、俺の嫁に何する？刑事さん。も自らが信じる正義のために戦っている。私の言葉は決して届かないでしょう。ヒューザー、刑事、あなた方には私のことも含めてきちっとお話しさせていただきます。今はカシャル海底神殿へ戻りましょう。祈りの間でお待ちしております。祈りの間、なんだよ今のグーポーズは。なんだよ、なんだよ今のヒューザのオッケーポーズは。ということで宝箱とかないね、ないね、ないね。あ、正当に戻るんじゃなくて、あ、こう解放の間だから、解放の間は解放の間、宝箱ある感じあねえのかお、竜族がいるわ。えい、引き下がれ、我らを騙した裏切り者め。もうその変わりようは。貴様などはエステラ様のおそばにいたと思うと虫ずらしは。そこまで言う、そこまで言うの、ネスハドこの野郎、ほんとそこまで言う、この野郎この野郎ほんとにそこまで言うか、この野郎。虫ずが走るって。解放者様、いえ解放者が語る偽善者よ。ここを投資することはできません。名田屋様から無理に通ろうとするなら命を奪っても構わないと賜っています。あなたと戦って勝てるとは思いませんが。なかなかいいね、ハーペーね、分かってる。役目とあらば命をおかけするしかありません、うん、褒めて使わす、お勤め頑張って、お勤め頑張って。うん、なるほど、いけないね、いけないね。はい、じゃあ解放の間から出たらこれショートカットできる感じかな。1階に行く旅の扉とかある、1階に行く旅の扉とかがある感じかな。これかな、1階と8階旅の扉。はい、海底神殿。はい、
で祈りの間ね、祈りの間ね。あ、そっか、ここにルーラストーン登録してたの忘れてたわ。ほんとここにワープできたじゃん、カシャル海底神殿の石でね。忘れてた。おかえりなさいませ。エステラさんが治療してくださったおかげで、あの神官にやられた傷は癒えたのですが、今はもう一緒におられないんですね。フィナ様が上界の祈りの間で、ケイ様の待ちです。はい、じゃあ階段上がって、さあフィナ様がお待ちです、どうぞ中へ。はい、ケイジ、大切な仲間と決別の道を歩ませたこと、まずは謝らせてください。そうだよ、俺の嫁は向こうに行っちまったがな。今のナドラガンドのありさまは、神城より連綿と続いてきた天罰、あなたにも今の竜族にも非はないのです。ごちゃごちゃ遠回しなこと言ってんじゃねえ。お前が一体何者で何を考えてんのか洗いざらい話せよ。それを聞かなきゃ俺たちはお前を信じることはできねえだろう。本当に不器用なところがそっくり。誰に？私の声が戻ったのは、今こそが真実を伝えるべき時というマリーヌ神のご意志なのでしょう。あなた方に水の領海の神話をお話ししましょう。先ほども話した通り、邪神ナドラガを封ずるため、ナドラガンドは神々の手で5つに分けられました。その時私、マリーヌ神の専属である神獣カシャルの祠に、ルシュカの竜の姫が一人流れ着いたのです。あ、姫は今にも死に行こうとしていました。私のもとにたどり着くまでの苦難に命を燃やし尽くしてしまったのです。姫は最後の願いを言いました。今まさにルシカは沈もうとしている。死にゆく民を助けてほしい、と。私は姫の亡骸を前に、たとえ天の意に背こうとも、ルシカの民を救おうと決心しました。うん。ルシカが海底に、海底に沈んだのは、神々が竜の民に与えた天罰の一つでした。私は主であるマリーヌ神に許しを乞いました。ルシュカに住む竜の民たちを救い、共に生きていきたいと。マリーヌ神はおっしゃいました。ナドラガンドの未来は竜の民たちが自らの手で切り開かねばならない。それを支えるのは構わぬが、彼らの意志を左右せぬようお前から声を奪おう。なるほど。そしていつしか竜の民の罪が許される日まで、幾星屑かかろうと政党を守り続けよ。私はすぐさま海上から空気を運び、神秘のサンゴの力で海中の隅々まで新鮮な空気を行き渡らせました。
そして命を落とした竜の姫の姿を借り、フィナとしてルシカの民と共に生きてきたのです。つまりお前は果てしないお人よしってことじゃねえの？そうなりますかしら。なんだよその仕草。実に久しぶりですね、カシャルよ。ああ、その声もしやグランゼニス神の専属ファルシオンでしょうか。知り合い。あなたにいかなる最悪を降りかかってそのような奇妙なお姿に。いやいや、これはあの携帯電話みたいなもんだから、あの通信で、あのはい、これは私の手作りです。いやいや、ライトアップして威張って言うこと。それフィナも点々点やがな。それはさておき、六神の専属の中で最も繊細だったあなたが結局真実を伝える役割を負うことになるとは。あなたはこのルシカに住む竜族に肩入れをしすぎたのです。これは神々があなたに与えた罰でしょう。おっしゃる通りですわ。私はルシカの者たちさえ生きながらえばそれでいいと思っていましたから。彼らが自分たちの力で自らを救うように見守ってあげることができなかった。しかしあなたもこちらの方に話せないことを苦にしておられたのでは。ああ慌ててる。なんだその慌てようは。何か隠してるのか俺に。お本刑事、私は竜族の神ナドラガが邪神に落ちたという真実を知りながら神々との約定でそれを伝えられませんで。なるほど。あなたを神々の戦いの後始末に巻き込んでしまったことどうか許してください。そんな軽く許せるような、はい。ですが私は今こそ、そしてあなたこそが竜族たちに救いをもたらすものだと信じかけてみようと思ったのです。つまりナドラガ教団の連中は救いの時が来たのに何を土地狂ったか、邪神を復活させてもう一度地獄に落ちようとしているのか。そう、そして困ったことに彼らはそれこそが救いの道だと信じ込んでいるようなのです。そうなるように彼らを惑わせたのは邪悪なる意志と呼ばれるもの。なるほど。まあトビアスとかね、単細胞だから引っかかりやすいよね、そういうのにね、あいつはね。それなら道を間違えてるやつらを俺たちで正してやればいいだけのことだ。そうだろ刑事。いやそりゃそうだけど。ありがとう心優しき者たちよ、どうかお願いします。ナドラガンドに光よ。いやいや、刑事、私は竜の民の行く末を変える手助けは禁じられておりますが、せめてこちらを旅の助けにしてください。小さなメダル180枚、ケーキ獲得した経験値、79万6000。おお、旅のコンシェルジュ、はい、3万ゴールド、はい。どうやら俺をさらったやつの正体も邪悪なる意志の配下と見て良さそうだな。これで俺の戦う理由も決まった。俺は邪悪なる意志とやらの尻尾をつかむために一人で動くぜ。じゃあなゲージ、ヒューザー、あなたにはマリーヌ氏の加護は宿っています。だから私の言葉が届いたのでしょう。悠久に思えた孤独の中であなたと話せたこと、私は嬉しかったのですよ。あなたの旅にいつか安息は訪れますよ。ああ振られたざまを見ろヒューザー。
エンディングか。こいつなんか操られてんじゃね、なんかね、解放者様との道が分かたれようとはなんと悲しき定めであろうが、トビアス、たゆたう炎よ、嵐吹きすさぶ混迷の中に訪れし、新たなる未来を今ここに示しておくれ。おー、クローズ、クローズどこ行った。お、これはわラグアス、フーラム、アンルシアが、解放者という灯火を失おうとも龍族の夜明けはすぐそこに迫っておる。ここで立ち止まることは許されん。綺麗だね、やっぱりね。我らが神ナドラガシンよ、どうか龍族の民をお導きくだされ。こいつなんか絶対なんかおかしいね。この先の物語は次回大型アップデートバージョン 3.5 でリリースされます。リリースまでしばらくお待ちください。 3.5 があるのか。いざないの間に水の領海への旅の扉が出現しました。うん、よし、真実の解放者。小さなメダル108枚。小さなメダルって今どのぐらいあんの俺。1179枚。所持金822万、なので所持持ち金が39,000で825万、826万ぐらいということは、うん、まあこのケージキャラがね、カジノコイン414,000、お魚コイン331,000ってな感じです。そうか、経験値受け取りに行こうか。マントの男を追っている間にフィナ様のお命が危険にさらされるとは、青の騎士団も型なしですね。あなた方がこの部屋で喧嘩を始めた時は面倒な人たちが来たなと思いましたが、お前正直な、今は来ていただいてよかったと思います。ディカス団長は一見こわもたな人ですが、心はまっすぐでちょっと堅物なだけなので、どうか悪く思わないでください。ディカス、謁見の時の失礼な振る舞いを詫びよう。フィナ様を守っていただいたこと心より感謝する。うん、そなたの解放者という立場、今の苦しみは察してあまりある。困ったことがあれば我らを頼るがいい。フィナ様に害をなした邪悪なる意志とやらはすでにこの領海を去っているようだ。捕まえたら八つ裂きにしてくれたものを、うん、まあお前じゃ無理だな。まあ、フィナ、神獣の身でありながら私はこの領海とそこで生きる者たちを愛しすぎてしまった。これからは己を律しながら、ルシュガの民だけではなく、竜の民の全てが自らを救う道を探せるよう何かしら手助けができたらと思いますわ。あなた方が示してくれたように。さて刑事、竜の領海の道はナドラガ教団の者によって
厳重に守られています。あ、嵐の領海への道はね、はい、彼らもまた自分の信じた道を進んでいるだけ。むやみに傷つけ合い憎しみを深めてはなりません。機会を待ちましょう。あなたがあの道を通り嵐の領海へ至る日は遠からず訪れるはずです、ということで、じゃあ経験値を受け取りに、宿に行くか。ねえ、ルシュカに降りて宿屋に行きます。転職してね、転職して宿屋に行くってことは、酒場、ああちょっと距離があるな、どうしよう、メギに行くか、メギに行くか。これ内容的にはどんな感じで書いてる、これまでのお話。あ、次の戦いへの準備を整えようってことね。なるほどね。まずこの旅芸人はカンストしてるわけですよ。こうやってねカンストしてるので、次、まあこの前のドラクエ10TV で、バージョン 3.4 後期のリリースから、職業スキルの160から180が解放されて、まあ、旅芸人で、ハッスルダンスの上位版、まあ、超ハッスルダンスが使えるわけなので、今、旅芸人で振ってるスキル、旅芸人で振ってるスキル、まあ、スキル5余ってるんですけど、旅芸人で振ってるのは、まあ、コンに58ポイント使ってるので、コンスキルをね、コンスキルを取っていきたい。ということは、あとの僧侶と舞踏家と占いのレベルを上げて、僧侶、舞踏家、占いでコンスキルを使って、で旅芸人のこの58ポイントを、ね、58ポイントを使ってこの職業スキルを、160から180上げていきたいと思うので、まず舞踏家、旅芸人、占い師、僧侶90、舞踏家82、占い師52、まあ占い師のレベルが一番低いので、占い師で、占い師、はい。占い師で経験値を受け取りに行きましょう。占い師はもうパッシブ取れてるんでね。一旦ちょっと贈り物、ストーリー経験値、はい、現在預かってる経験値79万6000、よし来い、カモンカモンカモンで、52のレベルが59になった、よしよしよし、スキルも14余ってるね。まあ占い師を実際にコンスキルを1回バラしてもいいけど、まあこのところは
こんな感じかな。よし。ということでね、ちょっと長く、まあ1時間超えの動画になってしまいましたけど、長くなりましたけども、まあバージョン 3.4 のストーリーが終わりましたということで、一息つけたね。うん。で、ボス戦も、見て分かったと思うんですけども、今までの炎とか、闇とか、氷の領海とか、よりも、今までの領海のボスよりも全然弱いです。弱いので、全然強いでいける感じです。ということです。なので、まあ見本として見せるほどでもなかったと思うんですけど、まあストーリー自体はね、相変わらず本当に面白いなって感じですよ。うん。で、次回、次から何をやっていくのかというと、まだ全然決めてないんですけども、まあ、次回また動画アップするなり、生放送するなりしたいと思いますので、楽しみにしていただければと思います。ということで、続けてね、そうだね、1、2、3、4、5、6、続けて7話分、2日間で7動画分アップしたので、まあこれ実際アップされてるのはじゃあ1週間後ってことかな。やプレイしてから1週間後ぐらいにアップしてると思うんですけど、まあ曖昧場で、なんかやるかもしれない、放送とか生放送とかやるかもしれないし、まあ未定です。とにかくまあということで、楽しみにしていただければと思いますので、次回もよろしくお願いします。でチャンネル登録まだの方はチャンネル登録ぜひお願いします。それと応援していただける方、高評価の方をクリックお願いします。それと動画アップや、生放送の告知は、ツイッターの方で行っておりますので、ツイッターの概要欄にツイッターのリンク貼ってあります。動画の概要欄にねツイッターのリンク貼ってありますので、よろしければそちらツイッターもフォローしていただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。